Hey yo! キャンスメッシュです。今日も食らってくるんですけども、シンクライドラ行きましょうか。ということでですね、バランス調整も反映されまして、こちらが確定ですね。ボンバーがダメージ若干下がりの、これ多分スピリットワンパンできなくなったかな。で、ダイナマイトゴブリンの粘りの一撃がなくなりつつ、ボイドの単体打ちが結構ね、おとなしくなったよと。んでもって、迫撃、進化撃の初撃が、まあ、遅なった。うん、タゲ取りが遅なったって感じかな。まあ、タゲ取り自体は一緒か。うん。で、進化ペッカの回復量が、大幅弱体化、死亡時パルスなくなった。ありがとう。テスラ攻撃速度ちょっと上がる。進化ビズのノックバック距離が下がる。で、ブラスターが、まあ、どのように変わったかだよね。で、ゴブノロ、一丁、ダイナマイトゴブリン、スケバレ、ゴブリンブッシュ、リベンジゴブリン、進化リベンジゴブリン、まあ、進化ザップちょっと弱体化、で、ドリルも、いろいろとなくなりまして、マジアちゃん、マザネクあたりが、わっしょいって感じですね。ありがとう。このバランス調整によって、一つね、でかいんですよ、これ。まあ、進化ライドラは、まあ、こう、俺このデッキ大好きだから、ヒーラーゴレ。ファイボでも、クエイクでも、ライトニングでも、どれでもワッショイプランなんだけど。まあ、ワンチャンここスケドラ周りなんだけどね。あのね、エリポンにボイド打たれても、あの、1ヤードしか取られないっていう話する。とね、どこかな、確かここで防衛ポンポいた気すんだよ。まず6コストで置きます。でボイド打たれます。うん、2ヤード取られてた、ごめん、2ヤード取られてました。まあでも、まあちょっと救いか、タイミング次第によっては1ヤードしか取られないみたいな感じで。パスね、今シーズンお得だよ。これ最後まで行くと、このね、ラッキーループっつって、ラッキーボックスめっちゃ引けるんだよね。これね、ガチでちょっと熱くて。まあ、このラッキーボックスさ、普通にカード美味しいから、サブアカとか、マジで買った方がいいかも。このカードが染みる。格上がりのやつで買うかちょっと悩みなんだよなーって感じ。普通にウルトラ確定の箱とかあるし、ね、こんなエリートワイルドカードめっちゃ美味しいしね、今の。だし、俺らのブーストポーションが、ついに、ここにあって、マジで熱い。やっとクラロワパスが、クラロワパスの価値を見出してる。今回ね、これはちょっといいアップデートだな、シンプルに。この箱開けんのもおもろいし、あ、来た、ウルトラ。熱。いや、まあまあまあ、もらえるもんはもらっときましょうって感じではあるしな。これマジで4本指でやると、ああ、待って、普通に馬、おい、今の。普通に美味しいやつ来た。ああ、まあ、チャンピオンあげとくか、こいつじゃあ。今ので20枚になったから、まあ、シュタインあげといて、まあ、あとなんか本が出たら嬉しいって感じかな。オッケー、行きますか。まあ、ゴレでしょ。ライドラといえば。このデッキをね、ずっと使いたくて、今までね、ゴレの進化カードさ、結構しょっぱかったじゃん。まあ、これはブラスターとね、処理されちゃうから、もうちょっと鳥の手前に引き込むぐらいがちょうどよかったかもしんないけど。まあ、こうか。だいぶ、ババなかったのちょっと悲しいけど、いや、めっちゃクエイクっぽいんだよなぁ。オッケー、こいつは殺すか、一旦。処刑対象見つけました。いやぁ。まあ、ババで包み込んであげて。吹きやねぇ。まあ、一旦トルネまで行って、しょっぺえ取りになっちゃった。あー、これどうすっかな。ロイ来たら、持ってかるんだよな。これ、まあ、左は受け渡しか。
左受け渡しますか。フェニだけで受けようか。うん、これは全然いい。OK、こいつを今から泣かせんのが楽しみすぎてやばい。OKOKOK。あー、マジで。相手も勝った気でいるだろうな。楽しみすぎる。まあ、ゴリ行くか、さすがに。What?あー、これは食らわせないと失礼ですか。頑張って、ババで殴り勝て、それ。難しいか。難しいか。まあ、進化ライドが出しつつ、ヒゲで回復しつつ、カルババでよいしょ。はい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 、ヒーラーで食べちゃうよそれ。これババでゲライドライキーの、おお、強い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 、はい、そんな無駄ですよと。なんならヒーラーまで追加して頑張らせプランダメですか。おっと、トルネか。フリーズ使ったばっかだもん。マジでこいつなんだ、こいつ。ありがとう。ちょっと待って、敵陣ポンプ絶対置きたい。ちょっと待って、まだおらないで。はい、ミョン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 ミミ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 ミ、二度と煽るんじゃねえてめえこの野郎。どう考えても俺の勝ち決まってたから流れ。ああ、黙っちゃって。よし、気持ちいい。やっぱね、悪は罰していかないといけない。まあ、今のちょっと相手のデッキが変化球すぎたんであれだったんだけど、まあ、進化ライドが強かったな。まあ、進化ライドは強えよ。空飛んでる時点で強えもん、このゲーム。あー、ババセパしてえなー。まあでも、待ちか、これ一旦。手札回りが難しいな、これ。まあ、そうだな。ペッカ、進化ペッカに対して、ちゃんと正面から形組めないと渋い。うわ、めっちゃユニット展開して、ポンポ来て。ババセパするか?おー、なるほど。これな、ババ出しても解けんだよな。悩むよね、これどうするか。まあ一旦トルネで、いや、ちょっと強いじゃんそれ。ちょっと今のスキル強くね。なるほど。形組んで引っ張ったくかどうするかだな。まあ一旦やりポン置こうか。まあこれ守りましょう。守り得です。これで3アドでね、万能なタルババを持ってきましたんで今回。オッケー、これもホグだったら虫だな。正直キングまで見てるから、ホグだけだったら取るねでもいいんだけど。おお、なるほど、セパレね。あ、ババ防衛か。ここ一旦でバトルヒーラー使ってあげて、ヒーラーで回復。オッケーオッケーオッケー。強い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 。ヒーラー。マジでね、ヒーラーが熱いんよこれ。で、これのスキルで飛ばしたかったけど飛ばなくて、気づいたら。ちょっとまずいことになってますと。
フェに出して、これ樽とかにしとく？まあ、ババ出して、え、メガナイトってどんな感じだっけ？これまずい。さては、ふっ、あ、負けた。うっ、マジか。あの形から持ってかれるか。うわー、もうちょっとご利用しよかったかもしんない。なるほどね。ちょっとあいつだるいな。ゴブリンシュタイン、ババメタだあいつ。うわー、今でも普通にちょっともったいねえ負け方しちゃったな。ゴレの口にしていきますか。徐々にトルネライドがちょっとしょっぱかったな。まあババ出しとくか。これでマジアチ処理して、テスラはポンプでいっか。まあホグキング起動できるような、ホグじゃねえ、ディガーか。まあそいつはこれで守ってあげて、オッケー、ブラスターが強い。まあ、言うてやっぱブラスター強いよな。火力下がったとはいえ。病みつきになる性能はしてる。まあ、無視してみようか。無視して、あ、来た。これ進化ライドラ最強の瞬間ね。これやばいよな。で、まあガゴぐらいしかないから。あれは放置しといて、オッケーオッケー。まあ、左としては、まあ、ライドラ、あ、ババ出しとくか。うん、うん、大丈夫か？オッケー。危ねえ。懐かしいな、この感じ。はい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 。まあヒーラーで樽をミスらずに出せるとゲームで、マジアチ来たとしてもオッケーオッケーオッケー。勝ったわ。え、これマジ進化ライドラ相手が対応策持ってない時バカ強えな。見た目も可愛いです、正直な話。あー、もうこの形組んだらね、勝ちですわ。全部いくよ、俺。あ、全部いく。これ、マジで全部いく。え、やばくない？これ、マジで。止まらんもん。スキブとかも全部飛ばすよ。いやー、これ、やばいね。まあ、これ、マジで、エギゴレ強そうなんだよな。これを簡単にできるから。まあ、ただ、ゴレの方が、形組んだ時の、積み感はえぐい。ああ、相手積んだね、みたいな。強いなー。よし。これでスパレアまで開けて、ゴールドは舐めんなと。ゴールドだけは舐めてる。絶対に、レア3じゃない。さあ、よろしく。まあ、ババちょっと怪しいかなー。まあ、でもいろんなデッキに対して、まあもしこのライドラにボイド打ってきた場合、ババからのヒーラーまで見てます、こちら。
これウィズつけられた場合がマジできつくて、キング起動、まあヒーラーまでいっとくか、社交辞令として。いやー、こっからの防衛どうしよっかな。エリポン置いて、一旦ポンプ置きましょう。で、このナイトは無視で、多分ペッカがあそこに出てくるような気がするんだよな。まあ、これで OK、 ガチでいい守り。こっからのもう全部いくぞ、レッツゴー。これゴリ押したら結構熱くない？ OK、 このタイム5はマジでアド。いやー、まあ、波状攻撃仕掛けんならここポンプなんだよね。どうしよっかな、決めきれるかな。まあこうか、で、あのウィズをさっさと吹っ飛ばす。で、ファイボ防衛かな。まあここにババまで行って、バルーンさえ守れば OK。 ライドラ取るので後出し防衛できるから、ナイトペック来たとしても、ナイトサゲ来たとしても大丈夫。うわ待って、痛えかそれ。いやでも勝ったな、このゴレ完封できるやつ見たことありません。 OK、 グッドゲーム。いやー、マジでさっきの進化ライドラ攻め取るね、えぐ。いやこれエリゴレの方が強いんかな、マジでわかんねえや。一旦エリゴレ試すか。進化カード的にはスケの方が最近は流行ってんのか。エリゴレでしょ、ヒーラースケドラかで、ダクね、こんなんだよね。でもファイボとかで飛んじゃうから、まあベビー、まあフェニカさすがに、進化スケでちょっと高回転で見るか。こんなんでいってみるか。さあエリゴレが果たして強いかどうか。まあ強そうなんだけどね、全然。まあこれはライドラで防いで、キング起動されるかどうか。されんな、これでされるのやめてね。あっぶね、やっぱキング起動の顔してんじゃん相手。進化ライドラのターンだけ攻めるとかで良さそう。いや、これいっちゃおうか。頑張れー。まずーい。いや、ダクネにかかってる。頑張れ。フェニで早めに。いやもうあんな虫、あんな虫、あんな虫、あんな虫。逆に帰ってきて
行くか、すべて。まあ、これがどうなるかだよね。いや、強いな。強いな。一旦強いか。ただ進化爆撃砲がやばい。いやー、まあ進化助で守って、いや、いい耐えしてる。いや、これで全てを無にキス、無にキスアタックして、いや、でもこれ守れば勝ちなんだよな。なんか折ってます。はい、え、これエギゴレでいいか。これエギゴレでいいな。なんかゴレとかで頑張って形組むより、なんかエギゴレでもライドラーの形組んだ方が強いみたいな話を今見てますか？目の当たりにしてる？マジ？まあこれライドラー回すでしょ？え、なんで今あれ金ゴレてたんだろう？そんな物量いましたっけ？まあじゃない、これ行くしかなくない、これ礼儀として。呪文とかも関係ない、礼儀として行くしかない。まあこれはここまでにして、ポーチ。いいぞ。これまあロイジャー来たとしても全然 OK。 これだってもうライドラエギゴレでおしまいじゃない？これ誰がどう止めてくれんだって話。ヒーラーがね、間に合ってほしいんだけど、ダメかな。一応キングキドみたいな。間に合わず、まずい。ロイジャーが来ます、これ。進化助で速攻。もう、打つ前にショル。OK。これがね、ノーあるエギゴレね。ほな、失礼しやす。かわいい。さあ、絶望せよ。おれ！待って、エギゴレじゃん、結局。ごめん、ゴレとか言ってる場合じゃなかったか、これ。こっちの方が、進化ライドラを活かせる。強っ。待って、これ今シーズン進化ライドラ嫌すぎるな。進化ライドラに対して、ある程度強く出れるデッキじゃないと、マジで一方的に、蒸し焼きにされそう。もうメガナイトコカツとか使ってる人泣いていいよ。きつすぎる、普通に。
バッテリー残業一旦ありつつ、あ、やっちゃった。キング起動ブラスターでもできんのかな。いや、ロケット持ちはちょっとやだね。やだけど、どうせ2倍タイムで頑張って組めば OK みたいな話ある。まあエリゴリに対してはちょっと強そうな顔してるな相手。それはさ、それはちゃうでしょ。それは後悔してるでしょ。見してやるわ、そんなことしたらどうなるか。エリゴレ相手にそんなことして生きて帰れるやつがいるのかって話を今から見してやるよ。ほら行ってこい。全部行くぞ。そんなバルキリーやってさ、ロケットでみたいなの考えてるんでしょ。進化スケがはみ出すよその間に。なんか誰が残ってんだこれ。なんかいろいろ残ってます。はい、ジージー。待って、これエリゴレじゃん絶対。進化ライドラ強くね。やっぱ無限ダメだよな。なんか便利す、なんかゴルナイが走ってみたいな感じでしょ要はね。ゴルナイが走ってるのとなんか何ら変わりないというか、まあそりゃダメですよねっていう。え、ブーストポーション結構もらえるの熱いな。え、普通にマジでちょっと今回のパスうまみすごいかもしんない。デッキ試す時にさブーストポーション使えるし、いいな。だしあのラッキーボックス引くのがシンプルにおもろい。よーし、ラストぐらいにしといてやりますか。まあライトラッシュ手も出したいよな。まあでもロケットとかはマジで流行りそう。ゴレもすげえ好きなんだけどな。さてどないしますか。あー、それだるいね。そのペッカバカだるいじゃん。ペッカに強いエリゴリに入るカードってなんだ。なるほどね。まあここにライドラス、これはこれもう全部ビビ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 って感じの。う、嫌です、嫌です。あー、ライドラ2角じゃなくなったんだ。それまずいね。いや待って、相手も進化ライドラだ。これ相手の進化ライドラのこと何も考えてなくない、このデッキ。まずいです、これ。この後ろについてくる進化ライドラに蒸し焼きにされる。多分吹き矢と、これまずすぎる。まあ耐えろ。まあ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 、まあ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 、
まあ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 、これ耐えれるかな。一旦これだけ出してアイクレックでしょ。処理して、強いけ。まずい、そいつが、そいつが悪いことしてんねん。あちい戦いが起きてる。いやー、その吹き矢処理させてくれんか。ケツ、いやもう進化ライドラに全部いくわ。これだってもあれだもんな、いらねえもんな。オッケーオッケーオッケー、すり潰せ、物量でいけ、物量でいけ、もういけ、やれ。あーマジでくだらねえかこれ。くだらねえな。おい、始まりました、今シーズンも楽しんでいきましょう。ということで、シンクライドラはぶち壊れです。はい、やはりおかしいです。こいつは空を飛ぶ稲妻ゴルナイだと思ってください。以上、おつめしバイバイ、またね。クラルアパスみんな買ってね。よかったらクリエイターコードね、ケントとここにね入力してあげてください。はい、これ、剣詰め師のクリエイターごとなんで。以上、バイバイ。